皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。今日は、順天堂大学の方で、医療従事者を対象に行われた、調査で1回目2回目ファイザーを接種した方が3回目にファイザーを打った場合とモデルナを打った場合の副反応の頻度のデータをご紹介します。まず7度5分以上の発熱した方です。グラフは青い斜線が1回目、2回目、3回目すべてファイザーの男性、赤いブツブツは1回目、2回目、3回目全部ファイザーの女性で、青のべったりの棒は3回目だけモデルナの男性、オレンジの棒は3回目だけモデルナの女性となっています。見てみますと若い人にモデルナ3回目の方で熱が出る方がファイザーと比べて2割から4割ぐらい多いというデータになっています。次は打った場所の痛みの具合、これは3回目ファイザーもモデルナも男女ともほぼ9割方痛いよという状況です。そしてその次が全身のだるさに関しまして、これもファイザーとモデルナ3回目であんまり差がないんですけど、若干女性のモデルナに多い傾向にございます。8割前後出る感じになってます。最後に、頭痛に関しましてはやはりモデルナを3回目打った方が高い傾向に、女性の方で少しあるというふうに思います。モデルナいいところ全然ないのか副反応が多いのかってことですが、打った後、4週間後の抗体の上がりを見ますと、特に若い40歳代ぐらいまではファイザーと比べてモデルナの方が 1.5 倍ぐらい高い抗体の獲得となっております。ゆっくり検討して決めてください。よろしくお願いします。